皇后さまは9日、58歳の誕生日を迎え、皇居、宮殿での祝賀行事に臨まれた。午後には上皇ご夫妻に挨拶するため、天皇陛下と共に東京、高輪の仙洞仮御所を訪問した。宮内庁によると、面会は昨年3月にご夫妻が皇居を離れて以来で、新型コロナウイルス禍もあり約1年9ヶ月ぶり。昨年はコロナ禍で祝賀行事が見送られたが、今年は出席者を絞るなど感染症対策を講じ実施。宮殿では、宮内庁の西村康彦長官のほか、皇族代表の秋篠宮様や、岸田文雄首相ら三権の長から祝賀を受けた。感染対策で飲食を伴う祝宴は見送った。午後には、水色の服にマスク姿で仙洞仮御所へ。近くの沿道に集まった約100人に、車の後部座席の窓を開けて、にこやかに手を振っていられた。西村長官は9日の定例記者会見で非常に穏やかな笑顔で受けていただいた。愛子さまの成年に安堵されている様子だったと述べた。